今月のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります今金食堂にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。高橋直子、27歳、カリオに住んでおります。高橋さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？もう5年目ですね、はい。普段はどんなお仕事をされているんですか？肉磨きといって、お肉の塊から脂肪や筋を取り除く作業をしております。学生時代に例えばそういうことを学んだとか、こういう飲食店に勤めてたとかそういうことではなくて、もう、何の経験もなしにそのまんまドーンと来ました。はい。最初からそのお仕事だったんですか？いや、最初は製造業でしたね。はい。こちらに来てからも、最初は？最初は接客から徐々に肉磨きにという感じです。はい。その肉磨きの難しいところってどんなとこですか？やはり部位ごとにちょっと違いますので、それを覚えたり、順番もやはりそれぞれ違うのでそれも覚えたりとかはしてましたね。それはちょっと大変でした。今金食堂さんといえばもう名物赤牛丼、じゃあそのお肉を支えているっていうことですよね？そうですね。結構じゃあやりがいとかはありますか、そのお仕事に？そうですね、やはり自分自身なんかちょっと友人から職人気質なところがあるって言われてたんで、ある意味転職かなと。じゃあ毎日こう肉と向き合ってる。そうですね、はい。では少しプライベートなこともお伺いしますが、はい。高橋さんは結婚願望とかはどうでしょうか？こんな変人をもらってくれる人がいるんなら、いいかなと。どんな人がタイプですか？そうですね、あまり感情的にならないような理性的な人が好きです。じゃあそんな人と阿蘇市内でデートするならどこ行きましょうか？アゼリアのジムです。そうなんですね、高橋さん筋トレが趣味ということで、後でちょっと披露していただくんですが、ローラーですか？はい、腹筋ローラーで。ちょっと力こぶもあるみたいなので見せてもらっていいですか？はい。すごいですね。これ筋トレいつぐらいから始められたんですか？1年ぐらいからちょこちょこと。はい。じゃあそのお仕事にも役に立ってる？そうですね、ちょっと力仕事も入るところがあるんで、それには難なくと。はい。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先今金食堂の PR をお願いします。はい。ただいま今金食堂は、今年いっぱいまで年中無休とさせていただいております。雨にも負けず風にも負けずウイルスにも屈することなく、スタッフ一同心よりお客様を、お迎えいたしておりますので、どうぞご来店のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今月のフレッシュマンは、阿蘇市内の巻にあります今金食堂にお勤めの高橋さんをご紹介しました。では最後ポーズお願いします。いきます。力こぶきません。いきますよ、せーの、フレッシュマン。